政治教育とは、教育制度における政治に関する教育のことである。政治教育は、政治システムの構成員に対して、政治の意義や運営に関する知識や情報を伝達する活動である。これには、教育機関で行われるもののみならず、マスコミュニケーションを通じてなされるものも含まれる。政治学においては、政治教育は古代、ギリシア以来重要論題であり続けている。 ただし、近代市民社会成立以前における政治教育は特権階級に民衆支配の知識を授けるための教育であった。近代市民革命以降、政治教育は全公民個人の国家権力のあり方を投議し得る政治的力量の要請を理想としたが、現実には支配階級による支配の継続のために政治に対して国民に、 自発的同意をさせるための手段となった。そこでは国民を政治の客体として体制に順化させることが目指され、政治教育は政治体制に受属する教化システムとして利用された。田中幸太郎は政治教育における政治について政治の理念や現実に関する一般的な理論や法則と現実の社会において存在する政党制派の立場や 具体的な政策、主張という二つの意味が存在するとしている。前者の意味を取るならば、政治教育は広く、政治に関する一般的知識の伝達と判断力の要請を目指すものとなるが、後者のでは、政党や社会団体で行われる特定のイデオロギーを注入する教育となる。政治教育は国家と教育との関係において困難に突き当たりうる。 林やしたは政治的価値の実現を目指す政治権力が公教育を統制下に置く場合、学習指導要領のような政治権力が設ける基準が唯一の政党とされ、それから外れる政治教育。例えば現実の政治問題を教材として取り上げて、児童、生徒の判断力を育成しようとする政治教育は特定のイデオロギー教育。 変更教育として断罪されうるとしている。ホリオ・テルヒサは、日本の第二次世界大戦前の政治教育は、教家システムとしてのソレの典型であるとしている。ホリオによると教育直後に基づく、中空外国の倫理を基盤とする、終身教育は国体への無条件服従を、強要するものであり、また、政治的知得の寛容を重視する。 公民教育は義務を強調することを目的とするものであった。それらはいずれも現実の政治への国民の批判を拒絶し、政治主体としての国民の成長を押しとどめたとしている。現行の教育基本法第8条第1項では、良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。と規定されているが、道場第2項において、 法律に定める学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。と規定されている。第1項は公民として必要な政治的指揮権要請の重要性を説明した条文であり、政治教育とは前述した講義の政治教育を意味している。第2項は教育の政治的中立性の原則を 示し校教育機関が、児童生徒に特定党派の政治意識、見解を注入することを禁止したもので、こうした教義の政治教育は、学校教育からは、締め出すことを謳っている。学校教育における、政治教育については、理論的なものについて、社会科公民、現代社会、政治経済などの教科の中で行われるが、入学試験を控えた中で知識の詰め込みという、 側面が大きく、選挙についての学習は、それぞれ1から2時間程度となっている。実践的なものについては、生徒会役員の選挙などにより行われている。義務教育所学校については、何人も教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長または、減退に資する目的をもって、学校教育法に規定する学校の職員を主たる。 構成員とする団体の組織または活動を利用し義務教育所学校に勤務する教育職員に対しこれらの者のが義務教育所学校の児童または生徒に対して特定の政党等を支持させまたはこれに反対させる教育を行うことを強さしまたは先導してはならないことが規定されているアメリカ合衆国では小学校の段階で投票行動を決定する手順を学ぶ また、生徒会の選挙のほか、大統領選挙などがあるともに選挙や、校内討論会を行う。政党や NPO が教育ツールを作成しており、社会全体で投票行動や争点の見方を学ぶ仕組みがある。立法教育を行い政治家を養成している大学もある。ありがとうございます。